縄文時代。縄文時代は、約1万5000年前、紀元前131世紀頃から約2300年前、紀元前4世紀頃、地質年代では、後新世末期から、関新世にかけて、日本列島で発展した時代であり、世界史では中石器時代ないは、新石器時代に相当する時代である。旧石器時代と、 縄文時代の違いは土器の出現や縦穴住居の普及、貝塚の形式などが挙げられる。縄文時代の終わりについては地域差が大きいものの定型的な水田工作や金属器の使用を特徴とする弥生文化の登場を契機とするがその年代については紀元前数世紀から紀元前10世紀頃までで多くの議論がある。沖縄県では 海塚時代前期に区分される。次の時代は、同地域では、海塚時代後期となり、海塚文化と呼ばれる。東北北部から北海道では、他地域に、弥生文化が登場した後も、縄文時代の生活様式が継承されたため、縄文時代の次の時代を俗縄文時代と呼ぶ。明治時代に始まる日本の戦士時代の研究は、当初は、石器時代という概念で、 戦士時代を捉えており、その中で縄文式土器を使用した時期と弥生式土器を使用した時期が存在したという序述が行われていた。また19世紀中は日本列島の戦士時代の住民をアイヌやコロボックルと考える説も有力であり、これらの説が退けられたのは1920年代である。だが、この時期には危機神話を日本列島の戦士時代の歴史とする。 歴史除術が力を持ち、考古学の知見に基づく日本列島の戦死時代像が学会を超えて形成され始めたのは第二次世界大戦後となる。戦後に編纂された歴史教科書では、日本列島の戦死時代に、弥生式文化と縄文式文化の二つの文化の存在を示していたが、トロ遺跡や岩塾遺跡の発掘など考古学上の大きな事件が続いたことも影響し、 1959年から60年にかけて日本考古学協会から刊行された世界考古学体験1巻および2巻において学会における縄文時代、弥生時代の区分が確立された。縄文時代は縄文土器が使用された時代を示す故障であったが次第に生活内容を加えた特徴の説明がなされるようになり魔性石器を作る技術、土器の使用、 濃厚狩猟最終経済、定住化した社会と捉えられるようになった。縄文という名称は、エドワード・エス・モース。エドワード・エス・モールス1838年から1925年が1877年、明治10年に大森貝塚から発掘した土器を、コードマークとパッテリーと報告したことに由来する。この用語は、矢田部良吉により、作文土器、 作文土器と訳されたが、後に白井光太郎が縄文土器と改めた。続いて縄文土器という表記が用いられるようになった。時代の名称が縄文時代に落ち着くのは戦後のことである。なお佐原誠はこの後の原義を念頭に置いて縄文という呼称を使用している。縄文土器の多様性は時代差や地域差を識別する基準として有効である。 土器形式上の区分から、縄文時代は、早々期、早期、前期、中期、後期、晩期の6期に分けられる。研究当初は、前、中、後の3期区分だったが、資料の増加や、研究の進展によって、早期、晩期が加わり、最後に早々期が加えられた。そうした土器研究上の経緯を反映した次期区分であるため、中期が、 縄文時代の中頃というわけでもなく、制御や文化内容から見た時代区分としても最高の余地があるものの、寛容化した時期区分として定着している。この時期区分を AMS 法で測定して、歴年代に補正した年代で示すと、早々期、約1万5千から1万2000前、早期、約1万2千から7000前,前、前期、約7千から5、 500年前、中期、約5500から4、500年前、後期、約4500から3、300年前、晩期、約3300から2、800年前となる。また先に示した土器変連による区分のほか、縄文時代を文化形式の側面から見ていくつかの時期に分類する方法も存在している。 縄文時代の文化史的区分については、研究者によっていくつかの方法が、現在のところ学会に定説が確立されているわけではない。最終表記の約2万年前の最盛期が過ぎると、地球規模で温暖化に向かった。最後の表記である晩表記と呼ばれる、約1万3000年前から1万年前の気候は、数百年で寒冷期と温暖期が入れ替わるほどで、 急激な厳しい環境変化が短期間のうちに起こった。それまでは、新葉樹林が列島を覆っていたが、西南日本から太平洋沿岸図体に落葉紅葉樹林が増加し、広がっていき、北海道を除いて列島の多くが落葉紅葉樹林と商葉樹林で覆われた。コナラー族やブナ族、クリ族など喧嘩類が繁茂するようになった。北海道はツンドラが、 内陸中央部の産地まで交代し、赤ん帯針葉樹林が進出してきた。そして、日本海側と南部のお島半島では、針葉樹と紅葉樹の混合林が共存するようになる。また、温暖化による植生の変化は、マンモスやトナカイ、あるいはナウマンゾウやオオツノジカなどの型哺乳動物の生息環境を悪化させ、約1万年前までには、日本列島から、 これらの大型哺乳動物がほぼ絶滅してしまった。この早々期の特徴は以下のように指摘されている。日本列島の旧石器時代の人々は、大型哺乳動物、ヘラジカ、ヤギューオーロックス、ナウマンゾウ、オオツノシカなど、や、中、小型哺乳動物、ニホンジカ、イノシシ、アナグマ、ノウサギなど、を、狩猟対象としていた。 大型の哺乳動物は季節によって広範囲に移動を繰り返すので、それを追って旧石器時代人もキャンプ生活を営みながら頻繁に移動を繰り返していた。キルサイトやブロック、歴群、炭の粒の集中するところなどは日本列島内で数千カ所も発見されているが、縦穴住居などの施設を伴う遺跡はほとんど発見されていい。旧石器時代の人々は 更新夜の末まで、キャンプ生活、誘導生活を営みながら頻繁に移動生活を繰り返してきた。旧石器時代から、縄文時代への移行期である、早々期には一時的に特定の場所で生活る半、定住生活を送るようになっていた。縄文早期になると定住生活が出現する。鹿児島市にあるか栗山遺跡、縄文時代早期諸島では、十六棟の縦穴住居後、 33基の沿道付きの穴、17基の集積などが検出されている。この遺跡は、早々期の掃除山遺跡や前体遺跡の場合と違って、縦穴住居跡の数の大幅な増加、住居の拡張、重複した住居跡、これらの住居跡や、その他の遺構が、中央広場を囲むように配置されている。隔離山遺跡と、ほぼ同時期の鹿児島県霧島市にある。 上野原遺跡では四十六棟の縦穴住居を始めた数の遺構が検出されている。このうち十三棟は桜島起源の火山灰 P-13 に覆われていることから同じ時に存在したものと推定できる。この十三棟は半環状に配置されていることから早期諸島にはすでに相当な規模の定住集落を形成していたと推定される。縄文早期前半には 関東地方に縦穴住居が最も顕著に普及する。現在まで縦穴住居が検出された遺跡は65カ所、その数は300棟を超えている。そのうちで最も規模の大きな東京都府中市武蔵大遺跡では24棟の縦穴住居と多数の土壕が半環状に配置されて検出されている。南関東や南九州の早期前半の遺跡では、 植物質食料調理器具である石皿、スリー石、叩き石、加熱処理具の土器も大型化、湿度個体数も増加する。定住生活には植物質食料、特に喧嘩類が食料の中心になっていたと想像されている。南関東の定住集落の形成には植物採集活動だけでなく、挙老活動も重要な役割を果たしていたと考えられる。一方、 北に目を転じれば、北海道函館市中野 B 遺跡からは、縄文早期中頃の五百頭以上の縦穴住居跡、多数の縦穴住居跡、土工墓、落とし穴、多数の土器、石皿、すり石、叩き石、石水が出土して、その数は四十万点にも上っている。津軽海峡に面した大地上に立地する、この遺跡では、漁労活動が盛んに行われ、 長期にわたる定住生活を営むことができたと得られる。また、東海地方の早期の定住集落、静岡県富士宮市若宮遺跡は28棟の縦穴住居をはじめとする多数の遺構群とともに土器と石器が1万8000点ほど出土している。この遺跡が他の早期の遺跡と大いに違う点は、狩猟で使用する石属2168点も出土したことである。 富士山麓にある、この遺跡では、大谷が多く形成され、絶常大地が連続する地形こそ、哺乳動物の生息に適した場であった。つまり、若宮遺跡では、環境に恵まれ、獲物にも恵まれて、定住生活を営む上での条件が揃っていたと、推定される。移動生活から定住的な生活への変化は、もう一つの大きな変化をもたらした。その変化は、 プラントオパール分析の結果から判明した。一時的に居住する反定住的な生活の仕方では、周辺地域の開拓までに至らなかったが、定住的な生活をするようになった、縄文時代人は居住する周辺の商用樹林や落葉樹林を切り開いたことにより、そこに栗やくるみなどの二次、林、二次植生の環境を提供することとなった。定住家によって、縄文人は、 集落の周辺に臨床植物と呼ばれる、いわゆる下草にも影響を与えた。わらび、ゼンマイ、フキ、クズ、ヤマイモ、ノビルなどの縄文人の主要で安定した食料資源となった有用植物が繁茂しやすい二次、林的な環境、つまり雑木林という新しい環境を創造したことになる。縄文時代の建築材や燃料材は栗が大半であることは、 遺跡湿度の遺物から分からっている。2013年福井県鳥浜貝塚から世界最古級約1万戦から1万5000年前の調理土器が発見されたこれにより鮭などの魚を調理していた可能性が判明した縄文文化の定義は一様ではないため縄文文化が地理的にどのような範囲に分布していたかを一義に決定することはできない 縄文土器の分布を目安とした場合、北は、樺太南部と千島列島、南は、沖縄本島を限界とし、宮古島や八重山諸島には分布しない、宮古島や八重山諸島は、台湾島の土器と同系統のもの。すなわち、現在の日本国の国境線とは、微妙にずれた範囲が、縄文土器の分布域である。縄文時代は1万年という長い期間にわたり、 大規模な気候変動も経験している。また、日本列島は南北に極めて長く、地形も変化に富んでおり、現在と同じように、縄文時代においても気候や植生の地差は大きかった。結果として、縄文時代の文化形式は、歴史的にも地域的にも一様ではなく、多様な形式を持つものとなった。約2万年前に、 最終表記が終わってから6000年前頃までは地球の気温は徐々に温暖化していった時期である。この間に日本列島は100メートル以上もの海面上昇を経験している。縄文土器変年区分においてはこれは縄文早々期から縄文前期に相当する1万3000年前マイナス6000年前。また約6000年前には 海面が現在より4メートルから5メートル高く、縄文海深と呼ばれており、海岸部の遺跡の分布を考える上で参考になる。縄文早々期当時の日本列島の植生は、冷量で乾燥した草原が中心であったが、落葉樹の森林も一部で出現していた。また地学的に見ても、北海道と樺太は繋がっていたし、津軽海峡は冬には欠表して、 北海道と現在の本州がつながっていた。瀬戸内海はまだ存在しておらず、本州、四国、九州、種ヶ島、薬島、津島は一つの大きな島となっていた。この大きな島と朝鮮半島の間は幅1 5トル程度の水路であった。その後、温暖化により海面が上昇した結果、先に述べた津島、朝鮮半島間の水路の幅が広がって、 朝鮮海峡となり、津島暖流が日本海に流れ込むこととなった。これにより、日本列島の日本海側に豪雪地帯が出現し、その豊富な雪解け水によって、日本海側にはブナなどの森林が形成されるようになった。縄文早期には、定住集落が登場したほか、本格的な漁業の開始、関東における外洋航行の開始など新たな文化要素が、 付け加わった。最も古い定住集落が発見されているのが、九州南部の上野原遺跡や金町の遺跡で、およそ一万千年前に季節的な定住が始まり、一万年ほど前に、通年の定住も開始されたと推測されている。定住が開始された理由としては、それまで縄文人集団が定住を避けていた理由、すなわち、食料の確保や廃棄物問題。 姿勢感情の要請などが定住によっても解決できるようになったためではないかと見られる。この時期の土器は北東アジア系、河北、河中系、河南系の3系統に分けられており、分布面から見ると北東アジア系は北海道から東日本に、河北、河中系は西日本、河南系は南日本から出土している。 食生面から見ると、縄文早期前半は、商用樹林帯は、九州や四国の沿岸部及び、関東以西の太平洋沿岸部に限られており、それ以外の地域では落葉樹が優勢であった。縄文前期から中期にかけては最も典型的な縄文文化が栄えた時期であり、現在は三内丸山遺跡と呼ばれる場所に寄居した縄文人たちが保持していたのも、 主にこの時期の文化形式である。この時期には日本列島に大きく分けて9つの文化圏が成立していたと考えられている、工日、海水面は縄文前期の中頃には現在より3メートルほど高くなり、気候も現在よりなお温暖であった。この時期のいわゆる縄文改新によって沿岸部には工業場が増え、海産物の入手も容易になったと、 林検索は指摘している。食生面では、関ヶ原より、西はおおむね商用樹林帯となった。縄文後期に入ると気温は再び寒冷化に向かい、弥生解体と呼ばれる、海水面の低下が起きる。関東では、従来の海類の工業場であった干潟が、一気に縮小し、海塚も消えていくこととなった。一方、西日本や東北では新たに、低湿地が増加したため、 低湿地に適した文化形式が発達していった。中部や関東では主に採れる、県花類が栗から土地の木に急激に変化した。その他にも、青森県の亀ヶ岡石器時代遺跡では、花粉の分析により、土地の木から祖母へと栽培の中心が変化したことが明らかになっている。その結果、食料生産も低下し、縄文人の人口も停滞あるいは減少に転じる。 文化圏は9つから4つに集約され、この4つの文化圏の枠組みは、弥生時代にも引き継がれ、東日本、西日本、九州、沖縄という現代に至る日本文化の地域的枠組みの基礎を成している。縄文文化は、日本列島のどの地域でも同質のものだったのではなく、多様な地域性を備えた文化群であったことが指摘されている。 縄文人が制作した土偶は縄文時代の全期間を通して日本列島各地でまんべんなく使われていたのではなく時期と地域の両面で限定されたものであった。すなわち縄文早期のさらに前半期に関東地方の東部で集中的に使用された後縄文中期に土偶の使用は一旦消滅している。その後縄文後期の前半に東日本で 再び土偶が使用されるようになる。一方、それまで土偶の使用が見られなかった九州においては、縄文後期になって九州北部及び中部で土偶が登場している。こうした土偶の使用の地域性について、藤尾は、ブナ、ナラ、栗、土地の木などの落葉聖剣化類を主食とした地域、つまり、これら落葉樹林に覆われていた地域と、 西日本を中心とした商用樹林体との制御形態の際と関連づけて説明している。洛陽政権下類、すなわちクリアいわゆるドングリは秋の一時期に集中的に収穫され、比較的大きな集落による労働集約的な作業が必要となるため土偶を用いた採取を行うことで社会集団を統合していたのではないかという考え方である。前述のように、 縄文前期には、日本列島内に9つの文化圏が成立していたと考えられている。の9つである。これら9つの文化圏の間の関係であるが、縄文文化という一つの文化圏内での、異というよりは、発展の方向を同じくする別個の地域文化と見るべきであるとの渡辺誠による指摘がある。つまり、これらすべての文化圏のいずれもが共通の、 しかし細部が若干異なる文化要素のセットを保持していたのではなく、それぞれの文化圏が地域ごとの環境条件に適合したいくつかの文化要素をたく保持しており、ある文化圏には存在したが別の文化圏には存在しなかった文化要素も当然ながら見られるのである。縄文後期に入ると、これら九つの文化圏のうち、北海道西南部及び東北北部、東北南部、 関東、北陸、東海、甲信の五つがまとまって、単一の文化圏、商用樹林文化論における、奈良文化を構成するようになり、また、北陸、伊勢湾沿岸、中国、四国、武前、文後、九州、武前、文後を除くがまとまって、単一の文化圏、商用樹林文化論における、商用樹林文化を構えなるようになる。その結果、縄文後期、晩期には、 文化圏の数は4つに減少する。遅くとも、縄文中期、BC5000 年頃には、翡翠製マガタマが作られていたことが判明しており、特に、新潟県糸井川の、長蛇原遺跡からは、翡翠製マガタマと共に、翡翠の工房が発見されている。蛍光 X 線分析によると、青森県の、三内丸山遺跡や北海道南部で出土される、翡翠は、 糸井川さんであることが分かっており、このことから縄文人が広い範囲でお互いに交易をしていたと考えられている。後年には日本製マガタマは朝鮮半島へも伝播している。縄文農耕論は明治時代以来の長い研究史があり、農耕尊秘の論争は現在も続いている。縄文時代に植物栽培が行われていたことは確実であると考えられている。 福井県の鳥浜貝塚の前期の層から栽培植物、小豆、エゴマ、ウリ、氷炭、ごぼうなどが早期の層から氷炭が検出されている。一方、北部九州の後、晩期遺跡の遺物で焼き畑農耕が行われていた可能性が高いと考えられている。福岡県下の後、晩期遺跡の花粉分析、熊本市の遺跡で稲、大麦、 大分県遺跡で稲などが検出されており、東日本からも、同じくあと、晩期の十カ所を超える遺跡から、蕎麦の花粉が検出されている。これらも焼き畑農濃による栽培であると推定されている。現在では、プラントオパールの研究により、縄文時代後期から晩期にかけては、熱帯ジャポーニカの焼き畑稲作が行われていたことが判明している。稲、2番。 ジャポニカ、日本型とインディカ、インド型などの亜種があり、ジャポニカはさらに温帯ジャポニカと熱帯ジャポニカ、ジャバニカ前に分かれる。温帯ジャポニカは中国の長江北側から日本列島というごく限られた地域に水筒濃厚と密接に結びついて分布している。弥生時代以降の水筒も温帯ジャポニカであるとされている。列島へは、 まず熱帯ジャポニカが南西諸島を通って列島に連覇した。縄文時代の稲は、炭化米が後期後半の熊本県や鹿児島県の上野原遺跡などから検出されており、もみや土器の態度から検出された稲のプラントオパールは後期後半の西日本各地の遺跡から発見されている。熊本県下の上南部、神鍋遺跡の土壌と土器態度から、 稲のプラントオパールが見出され、岡山県総茶市の南溝定遺跡で、山形古代木備文化財センターが発掘した、河原家六点の中の四点から、稲のプラントオパールが見出された。うち二点は、縄文時代後期中頃、およそ3500年前、炭素14年代に属している。同センターは、穂を摘み取るのに使われたと推定される石器、穂摘具屋、 多精度ホリグと見られる石器を発見した。晩期の突退分土器を伴う岡山市北区津島の津島行動遺跡は水田遺構として最も古いもので3メートル5メートル前後の小区画水田である。このため、後期後半の日本列島で稲が栽培されていたことは間違いない。ただ、稲が単独で栽培されていたわけでなく、大麦、冷え、キビ、ア そばなどの雑穀類の栽培や、小豆、大豆なども混作されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。